シアム。コロシアム。その名の言われは、いくらほふってもモンスターが尽きない、その特異性。尽きないって。モンスターが消滅すると、即座に新たなモンスターが生まれ落ちる。つまり永遠に減ることがない。小さく凝縮されたダンジョンそのもの、ロキファミリアでさえ近づくことのない37階層の危険領域がここです。アイズさんたちでも足を踏み入れない場所。コロシアムを通り抜けるしかない。リュウさん、それは。ここを越えれば正規ルートに出られます。そうすれば上の階層へ上がる見通しも立つ。でも逆に言えば、ここを越えなければ正規ルートには戻れない。この階層からの脱出は困難となります。ここからが正念場、いえ避けようのない冒険を犯すその時です。先ほどコロシアムを確認したことで現在地は把握できました。このルームには4つ出入り口があります。そのうち正規ルートにつながっているのは、今私たちがいる通路口の対面側。一番遠い場所ですね。どうやってコロシアムを越えるんですか？無限に現れるモンスターなんて相手にしていたら。当然戦闘は全て回避です。モンスターたちに蹴取られないようあの領域を抜ける。スカルシープの皮。はい、これをかぶればカモフラージュになる。匂いも消します。それもドロップアイテム。バーバリアンの心臓です。潰して頭からかぶってもらう。あとは物音にさえ注意を払って動けばモンスターをごまかせます。リュウさんはやっぱりすごいですね。